超強豪と対決。本日の動画は MLB ドリームカップ埼玉予選1回戦。本日の対戦相手は超強豪湾岸ベースボーイズ。そんな強豪チーム相手にとんでもない記録を打ち立てちゃいます。本日は、はい、MLB ドリームカップ埼玉予選、はい、1回戦ということで、相手のチームさんがまあ強豪、いやそうだね、結構もう流し入れてるチームね、噂の、チームさんでございまして、はい、湾岸ベースボーイズは以下の通り、数々の大会で好成績を残している超強豪。野球 YouTuber で有名な徳さん率いるアッパレにも勝利をしているチームです。逆にほぼ決勝みたいな、いや結構山場だからね、一番ね。いやあるんですけど、一応この大会、まあ、勝ち進んでいくと、まあ、沖縄で試合ができたりとか。じゃあさ、ここね初めて土曜日なんでね、やってるの。そうだね、まあ、僕ら基本日曜日に BC 活動してるんで、うん、まあんま土曜日っていうのは慣れてないんですけれども、まあ、今ちょっと人数結構多いので、うん、まあ、意外と集まったということで。そうだね、うん、ベストメンバーではないんですけれども、それを言い訳にならないように、まあそうだね、勝っていきたいと思います。はい、本日から、新しいユニフォームですね、うん、公式戦セカンドユニフォームを着用しておりますので、まあ、どんな感じの雰囲気なのかとか、うん、バチバチの感じなので、ぜひ皆さん、ユニフォームにも注目して、この動画見ていってください。お願いします。それでは全力でやっていきたいと思います。はい、レッツギョー。STBC 対湾岸ベースボーイズプレイボール。 MLB ドリームカップ埼玉予選1回戦、 STBC 対湾岸ベースボーイズ。 STBC の先発ピッチャーは大エースの純平。超強豪相手にどのようなピッチングを見せるのか。1回の表、湾岸ベースボーイズの先頭バッター、ワンツーから4球目。打った打球はセンター方向へ、センターラオがキャッチし、ワンアウト。続く2番バッター、ワンストライクとなり、2球目。捉えた当たりは強烈な当たり、しかしサード正面、大輝がファーストに送り、ツーアウト。続く3番バッター、ツーツーと追い込み、5球目。打った打球は逆方向、右中間へ飛びます。この打球をラオウがキャッチ、スリーアウトチェンジ。相手の先発はキレのあるまっすぐとスライダーが持ち味の投手です。この投手は東海大甲府高校出身、高橋周平選手の先輩でもあります。曲がるとしたら STBC 1番はバッティング絶好調な新人。出塁してチャンスを作れるのか。カウンターワンツーとなり4球目。捉えた当たりは弾道は高くぐんぐん伸びていきます。この打球がレフトの頭上を越える長打コース。打った信者二塁を駆け抜け三塁へ。先頭からスリーベースヒットでノーアウト三塁の大チャンス。この試合も見せてくれました。しっかりと後ろに残した体重、前に突っ込むことなく自分のポイントで捉えています。そしてこの先制のチャンスで正義監督が純平を呼びます。正義監督は純平にボールを叩いてゴロを打つように指示を出していました。カウントワンボールとなり2球目。ここはデッドボールで出塁します。そして続くバッターはラオウ、ツーツーとなり5球目。捉えた当たりは高いバウンドのゴロ、サードランナー信者は無理しません。ファーストへ送球しワンアウト。このチャンスで迎えるは STBC 主将大輝。先制点を奪うことができるのか。カウントは2バントとなり4球目。捉えた当たりは高いフライ、レフト方向へ。タッチアップには十分な距離、新次がタッチアップで STBC1 点を先制します。しかしその後続くバリは空振り三振でチェンジとなります。2回の表、湾岸ベースボーイズの攻撃、先頭バッターは2球目。捉えた当たりはボテボテのピッチャーゴロ、純平がしっかり処理してワンアウト。しかし続くバッターにはフォアボールを許してしまいます。
バッターワンワンとなり3球目打った打球はショート新次正面ゲッツーコース、トスしてツーアウト、鎌田がファーストで送球しワンアウト、木曜さんのダブルプレイ。2回の裏 STBC の攻撃、先頭バッターは正義、ワンワンから3球目捉えた当たりは逆方向ですがセカンド正面ワンアウト。そして続くバッター鎌田ワンスリーとなり5球目、ここは変化球うまく取れ逆方向へ素晴らしい当たり。鎌田もボールをしっかりと呼び込み逆方向へ綺麗なバッティングを見せてくれました。ナイス鎌地ナイバッチここだよ。そして続くバッターワンストライクからここでデッドボールで出塁します。続くバッターリボンワンボールから2球目、ここバントを空振りしてしまいます。このプレーで鎌田が刺されてしまいツーアウト、カウントはワンワンとなり3球目、ここはインコース詰まってしまいピッチャーゴロで3アウトチェンジ。守るぞ守るぞ。3回表ワンガンベースボーイズの先頭バッター通話から4球目、ここは高いバウンドボテボテのゴロ、ショート新次がキャッチファーストへ送球しますがこれが送球エラーでノーアウト2塁のピンチ。続くバッターワンワンとなり3球目、ここはまっすぐで詰まらせます。打球がフライとなり順平をキャッチしワンアウト。続くバッターツーワンとなり4球目、これ相手チームが仕掛けてきますが投球がバットに当たってしまい盗塁を許してしまいます。果たしてこのピンチをしのげるのか。続くバッターワンストライクから2球目、ここは変化球打った打球はフライとなります。鎌田がキャッチスリーアウトチェンジ。ピンチの場面をしっかり無失点に抑えました。3回裏 STBC の先頭バッター新次、ここはフォアボールで出塁します。続くバッター順平はワンストライクから2球目、捉えた当たりは高いフライレフト方向へ、これをレフトがキャッチワンアウト。続くバッターラオウワンストライクから2球目、ここも捉えますが高いフライピッチャーがキャッチツーアウト。そして続くバッター大輝ツーツーから5球目、ここもフライとなってしまいます。ショートがキャッチスリーアウトチェンジ。4回表ワンガンベースボーイズの先頭バッターツーワンから4球目、ここはアウトコース空振り三振。続くバッターワンスリーとなり6球目、ここは変化球打たせます。打球は高いフライレフト方向、リボンがキャッチツーアウト。さらに続くバッターワンワンとなり3球目、この打球もフライとなります。ファースト正義がキャッチスリーアウトチェンジ。4回裏 STBC の先頭バッターはバーリー、ワンワンから3球目、思い切りよく振った打球フライとなってしまいます。ショートがキャッチしワンアウト。続くバッターは正義ワンボールから2球目、この打球も捉えますがフライとなってしまいます。打球はセンターがキャッチしツーアウト。まだここちょっとしぶとくいこう。続くバッター先ほどヒットを放っている鎌田ツーツーから5球目、これも綺麗な当たりセンター前ヒットで出塁します。すごいバット左ですごい鎌田。続くバッターワンボールとなり2球目、詰まっていますが逆方向1、2塁から抜けライト前ヒットとなります。続くバッターはリボンツーツーから5球目、これもインコースまっすぐ詰まってしまいます。打球はボテボテのセカンドゴロ、ヘッドスライディングしますが届かずチェンジ。5回表ワンガンベースボーイズ先頭バッタースリーとなり6球目、
ここは外に外れフォアボールで先頭の出塁を許します。続くバッターワンワンとなり3球目打った打球は小フライ。これをキャッチャーがスライディングキャッチ、すかさずファーストへ。非常に素晴らしいプレーを見せます。しかし続くバッターにフォアボールを許し、ワンアウト1、2塁の大ピンチ。この時マウンドではここまでいい投球ができているから自信を持っていこうと正義監督からエールがあったそうです。そしてここで流れを変えるべく相手は代打を投入してきます。カウントはワンワンとなり3球目、捉えた当たりはショート新次の正面、自らセカンドベースを踏みファースト送球、ゲッツーでピンチを防ぎます。5回の裏 STBC の先頭バッターは新次、ワンワンから3球目、捉えた当たりは強烈な当たり、レフト線を抜ける強打コース、打った新次は一気に二塁へ、ツーベースヒットとなります。そして続くバッターは順平、ツーツーから5球目、ここも強烈な当たり、綺麗なセンター前ヒットになります。ここは大きい当たりを狙わず、コンパクトでシャープなスイングで綺麗なセンター前ヒットを生み出しています。ナイマッチ、続くバッターラオ、ツーツーから5球目、打った打球はフライとなってしまいます。この打球をショートがキャッチ、捕球姿勢を見て新次が一気にホームへ生還、1点を追加します。1点がどうしても欲しいこの場面、ショートの捕球姿勢を見て新次が好スタート。このプレーは1点にこだわる集中力から生まれたスーパープレーです。さらに続くバッターは大輝、ツーボールから3球目、この打球もフライとなってしまいますが外野と内野の間に落ちるラッキーなヒット、このヒットで一三塁のチャンスとなります。一人倒れ、続くバッターは正義監督、重みのある1点が欲しいこの場面、イニングを考えても次の1点を取ると勝利にぐっと近づきます。追加点のタイムリーなるか。カウントは2アウト、追い込まれ4球目、ここも綺麗な逆方向、捉えた当たりはセカンドの頭上抜けライト前ヒット、このヒットでさらに1点を追加します。ここで正義監督の持ち味、高いミート力を生かし素直で綺麗なスイング、逆方向の素晴らしい当たりを生み出しています。続くバッターは鎌田、ツーワンから4球目、ここは引っ張った打球ボテボテのセカンドゴロ、ファーストへ送球しスリーアウトチェンジ。時間の都合上次の回を抑えれば STBC の勝利ですが、皆さんは気づいているだろうか。そうなんです、順平はまだ相手にヒットを1本も許していません。この回をノーヒットに抑えれば STBC 史上初、大会でのノーヒットノーラン達成です。果たして達成なるか。6回表ワンランベースボーイズ先頭バッター 2-3 フリーカウントとなり6球目、これは外に外れフォアボールで先頭の出塁を許します。続くバッターワンワンとなり3球目、ここはうまく打たせます、ファーストファールフライワンアウト。そして続くバッターワンボールとなり2球目、ここで送りバントを仕掛けてきます、しっかり順平が処理してツーアウト。ノーヒットノーランまであと1人、カウントはワンワンとなり3球目、捉えた当たりは高いフライ、ピッチャー順平が処理してノーヒットノーラン達成。
3対0で STBC の勝利となりました。MLB カップ1回戦、強豪湾岸ベースボーイズさん相手に3対0、無事勝利しました。よっしゃー、よかった、ナイスゲーム、ほんとよかったね、このかっけえ親友に初戦を飾れて、かっけえファーストからみんな見てたけど、すげえね、オーラあったもんね。でも違うね、もうなんか、染まってた大気がやっぱ山川に見えたわ。マジでやった。で、格好だけね、格好だけ、ごめん、次からベンチだけど、ごめんね、ちょっとMVP 発表したいと思います。はい、まずは、2安打全出塁、どうした、打撃絶好調、シンディング。いやー、やっぱこいつだね。最近も全部できる。もう怖い。実際もう怖い、もう。もう自分が怖い。長打率やばくない？ OB 戦は半端ないことなんて。半端ないよなって。8割？え、9割？多分今日で9割。9割？本当、アチアがいなくても、シンジがいるっていう。でかい。打撃陣がやっぱ安心できる。不安はなくなったよね。シンジさん、ナイスバッティングでした。いやー、本当に素晴らしい。ナイスバッティング。頼もしい。まだまだします。続いて、実は快挙達成していましたよ。STBC 史上初、大会でのノーヒットノーラン達成中。いやー、素晴らしい。いや、マジで。マグレやっちゃった。マグレ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 。相手、バンガンベースボーイズ。これちょっと名門。名門のチームだ。結構打撃の方も全然打ってるなって見てて分かると思うんですけど、打率見たところね、なんともう3位なんですよ。3位ランキングした。すげえ。今日でもしかしたらこっち、この辺あれは、アンツやめたっしょ。新地俺とかなっちゃったよ。そしてね、華麗な3点目のタイムリー、これです。いや、あれでも相手の意義の根を込めた、完全に。あれはマジで欲しい1点だった。うん、ほんと欲しい。とどめだった。とどめとどめ。2点じゃちょっと。そうだね、ほんと相手のムードガラッと下がったの分かった。分かるね、なんか最近。あ、もう持ってったなみたいな。そうそう、1年半以上やっぱ経験積んで苦しい思いしてきて、ほんと経験でね、なんか流れとかムードとかがなんかうまく野球できるんだって分かってきたね。もう持ってきたなみたいな。ということで、まあそんな感じでどんどん成長してきて、 STBC なんと今公式戦7連勝中。おっしゃ、ナイス。いや、負けない。マジナイスゲーム。今 MLB じゃなくてプライドジャパン甲子園だっけ、うん、英語と甲子園が関東大会、関東大会決定、でこれもね、あと2勝すれば関東大会出場ということで、あと何があんの、これから47、あとサマーカップもサマーもある、オータムもオータムもいっぱいある、あとそれっていう形ですので、これからもどんどん強くなっていきたいと思います。はい、さあ、概要欄からね、STBC入りたい方は全然応募できますので、応募フォームから応募してください。お願いします。はい、お願いします。で、ちょっとスポンサーとかもね、新ユニフォーム結構たくさん入ってるんですけど、まあこんな感じでいろいろ入ってるんですね。はい、宣伝してほしい企業さんとかありましたら、またそれも概要欄か、あ、まあ、僕のインスタの DM とかまでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、次は準決勝。よっしゃ、頑張ります。しっかり買っていきましょう。よし、チャンネル登録かよろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイビー。